はい、ビッグレンズのソシャック面です。一気にイベントが始まってキャンペーンがね、これをね、購入許可が下りたので、前回のイベントなんだけど、回復薬を使って回復したのが AP ちょうどなくなって、回復したらもう その時点で3時になってて、それでもうなんかそのままメンテ突入するっていうね、もったいないことしちゃったんだけど、まあおかげでね、こんだけ集まったんで、まずガチャチケットをね、もう今77枚あるところやばいな。まあ BP、 あ、ちょっと待って、これさ、もうさ999個になっちゃう。おいおいおい、エアプなのがバレてしまうぞ。急いで買うんだ。1001個になった。で、あとこのね、やっぱトンガリたちをね、しっかり全交換今回もね、やっていきたいと思います。さ、結構今回盛りだくさんだから、もうトンガリはとかって言ってるともういいでしょ、もうみんないらないよね。トンガリは何個欲しいのかしら、全部だっていうさ、やりとりさ、あればっかりやってるとさ、疲れちゃうからさ、疲れてしまうので、ちょっと今回はね、まあ動画として残ってる可能性はゼロではないけど、多分ね、トンガリ G は勝ってしまう。トンガリカット、おはぎも勝ったな、おはぎカット。僕のおはぎカット、期待のおはぎカット。おはぎカットセーラー見たまみたいなさ、声優さんでそういう感じの名前の人いるんだ。みたまさん、幽霊免許証がさ、かなりたくさんあるんだ。多分、免停になった魔法少女たちのやつをたくさんあった。あら、仕方ないわね。それなら、カースチップ。あー、ちょっと待って待って。今何個かチェックしよう。どこからか妙な魔力を感じるです。これはそうだ。僕の占いでは魔女。さあ、早く行きましょう。僕の占いが正しいか、確かめるですよ。やっぱり CC 長者のさ、その魔女というか CC 長者の気圧に押され、14,083からの全部だ。ふう。近い未来かもしれませんが、もしかしたらこの街、なんと1億5000、これは完全に CC 長者だぞ。我 CC 長者とな、本題はこれだね。あら、今回は買い物なのね。そうだ、その袋をよこすんだ。もうね、心に決めてるというか、1と2と2、1と2、無と2、貫突して余ってる、この辺2と2なんだよね。あんこ無と2なんだ。で、心も1と2、で、レンチョン貫突なんで、もうこれはさ、カリンちゃんを手に入れるしかないでしょ、これどう見ても。今回やっぱりこの桜の輪立ち期間限定ガチャで、特攻メモリアがもらえるので、まあ、それはちょっとやっておくべきかなっていうね。この新しいメモリアが出たらいいな。このイメトレインサーバーとか1枚ずつあるんだよね、この辺は。なんでちょっとその辺をね、その辺をちょっとお願いしたいので、マギアストーン250個を使用して、10回ガチャを行いたいんですが、よろしいですか？いいですとも。あなたの因果に起きた異変、深く探らせてもらうわ。探ってもらおうか、私のすべてをな。さあ、参拝のソシャック面が目を閉じ、集中線が出る頃に目を開ける。目開けはバッチリだったが、前工場は未だに定まらない。そう、前工場がやっぱね、定めるの難しいね。そう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 、まあ前工場無理に変えなくてもいいとは思うんだけど、なんだろうな、気分的なね、問題でやっぱ変えたいよね。でね、また鼻炎がすごいひどいからね、今もちょっと鼻声になりつつあるんだけど、鼻声になりつつあるんだけれども、かなりね、ガチャのね、この、期待は高まるばかりなんで。いや、どうだったろうな、でも、モキュウイロハだったかな、やっぱ。最近なんか、モキュウイロハかって言った時に、実はウイチャンスだったとかで、大当たりとかっていうのが結構、起きてたから、逆になんかその、モキュウイロハ、モキュウイロハって言って、それをね、誘発してる感が出ちゃうから、あんまりね、そう言っちゃうとね、言っちゃうと、運気を逃したら困るからな。で、いやー、もうめっちゃ鼻がかゆい。鼻がかゆいことで、ちょっと邪念が入ってる。あー、てか身を清めてなかったな。ガチャをやるとき身を清めるんだけど、今回ちょっと時間が早めなんで、そうそうそう、ガチャ回すのもうちょい後でもよかったな。サナコー。サナコーで終わった。あと10連だけやって、マギアレコードのね、この太っ腹な企画もあったので、マギアストーン250個。ちょっと待って、鼻がかゆい。さあ、雨にも負けず、鼻炎にも負けず、10回ガチャを行います。よろしいですか？頑張ります。深く探らせてもらうわ。
さ、万年桜のね、噂の桜子ちゃんもね、いいんだけど、私はメモリアが欲しい。確定室が出る前に目を閉じ、集中線が出る頃に目を開ける。よし、ちょっと目開けが早かった気がするけど、少しだけ何か見えた気がするけど、でも多分イロハの後ろ姿じゃないと信じよう。うん、イロハの後ろ姿なんて出てないはずだから。そう。やっぱりもう前のね、前のっていうかの、今までのね、前工場の方が引き寄せ力あるかもしれないよね。定まってないとさ、ほら、こう、なんていうの、因果の糸を手繰り寄せるのがね、ちょっとうまくいかないみたいな。そう。うまくちょっとより糸をつかめなくて、失敗してる感じがあるんで、これどうだろうな。これでうまくいってほしいよね。やっぱあのメモリア出てきてくれれば、かなりのね、勢いで、もう満足というか。そういうでも物欲をね、出すとね、察知される恐れがあるんでね。何に察知されてんだよって感じだけど。俺もう昨夜がめっちゃ出てきてるよ。そういえば、サナちゃんがめっちゃ出まくるときとさ、昨夜が出まくるときとあるけど、どういうことなんだろうね。どうだろうなぁ。ちょっとなんか魔法少女ばっかりでメモリアが出る兆しが全く見られないけど大丈夫か。うん、これもちょっとメモリア、嘘でしょ、これ今までで一番。いやー、でもちょっとこれ以上やるのはもったいないかな。なんかもう10連あと10連やれば出てくるかもってやっちゃうと、大体の場合なんか、うん、で出てくるんだよな。でもそういう時ってな、そういう時って出てくるんだけどな。生ラマスだったらこういう時どうするんだろうな。40までやるんだ。とりあえずじゃああと10連だけやって、カリンちゃん箱詰めされたままだからさ、早めに開封しないとね、開けた時にはもう死んでたってなったら困る。じゃあこの10連やって、まあまだね、汚れカウンターも30なら我慢できるんで、50超えるともうねダメだからさ。深く探らせてもらうわ。はっはっはっ、目開けがむずい。ちょっと何も言わないでちょっと今やって念を込めたんだけど、やっぱちょっと完全に集中線のみっていうね、クリーンな状態、それがちょっと維持できてないから、これもちょっとやばかったんじゃないかな。やっぱりね、この集中線が出て、綺麗にね、目を開けた瞬間がもう、集中、お、来たか星4メモリア。ついに勝つか。おし、来たー、ミッション完了。桜前線急上昇。めっちゃこのメモリアしかも可愛いじゃん。あ、これめちゃくちゃいいな。ちょっと後でちょっと見よう。これイラストもいいし、性能どうだったかな。今特攻なんで、ちょっともう、これ終わったらすぐつけに行こうね。特攻メモリア。やったぜ。今回の特攻メモリア、あれだな。これで全部揃ってんのかな。イメトレインサーバーも確か特攻で、前回のやつだからね、あるはずなんで。よし。メインストーリーも、あるから楽しみだし、ミラーズもね、ミラーズ最終回らしいからな。ちょっとどんな風に終わるのか気になるな。お、まさかの、また星をメモリアか。今回は勝つのか、勝つか勝つか。よし、イメトリインサーバーゲット。これ完全に勝ったな。おお、また星をメモリアだ。願い叶ったよ、マスちゃん、願い叶ったよ。あー、でもちょっと違う。あ、でも持ってないやつだ。何このメモリア。いつのやつだろう。あ、ネムちゃんのお花畑だ。ネムちゃんのお花畑は暗黒の模様なんだね。漆黒だったね。めっちゃかっけえ。おっしゃ。あ、これかなり満足。いや、回してよかった、これ。桜前線急上昇。で、ここでね、出して出してってドンキー、ホニャララのさ、樽に閉じ込められたみたいなさ、感じになってるから、おお、なんと二つもある。じゃあ早速ね、一括受け取りしたらどうなの？ちょっとやってみようぜ。お、いいな、これガチャ。確定演出状態の、これが2回見れるってことでしょ。
シュイン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 、やったぜ、ポッシュン魔法少女だぞ、おっしゃー。でこれになって、でそのまま立て続けに行くのか。あ、面白いなこれ。はいはい。でこれも同じく、これ違うのが出てきたらちょっとさすがにね、おいってなるけど、もちろんカリンちゃんが出てくると。あ、いいですねこれは。これかなりいい感じだな、心地いいね。カリンちゃんをカリン島にするなんてもう言わせない。よし。盗まれた神の品を取り返すために悪魔を払ったり、敵のボスが好きな男の子だったり、怪盗少女マジカルキリンは大興奮なの。おお、こんなこと言うんだ。いいな、面白いんだね。ネタバレしてたけど、怪盗少女マジカルキリン第30話、トリック&トリート、奇跡の悪魔払いは私にとって魔法少女のベースになってるの。おお。でノーマル、あ、そう、水着もあったんだ。お団子になってるし頭これやばいな、シールバージョン。明るいねって言われるけど、うるさいのは好きじゃないの。だからずっと黙って絵を描いてるアリナ先輩といるのは心地いいの。おお、いや、これちょっとアリナ先輩欲しくなっちゃうかもしれないな。今回ね、このぐらいにして結構いい感じだったな。特攻メモリはね、しっかり装備忘れずにつけて集会にね臨んでいきたいと思います。じゃあまたな。